はい、速稼塾の暗号通貨ニュースでございます。今日はですね、私のこの、ね、顔だけですいません、よろしくお願いします。暗号通貨の価格まずは並べながらいろいろ感想を申し上げていきますけども、ビットコインは657万7000、すごいですね。ついに700万にここまで引き寄せられました。もうね、右肩上がり一辺倒なんで、私もね、あのビットコイン、わずかなビットコインですけども、これほどまでにね、資産を支えるとはね、思っていましたけどもね、度胸がなくてそんなにたくさんは買えなかったですね。で、途中なんかビットリージョンみたいなお菓子なのに投じてしまってなくなっちゃったんですよ。それからフォイン、あそこにもビットコイン必要だったんで使ったんですけどもね、いや、あれがなかったらなとか思うばかりでございますけども、投資なんでしょうがないですね。投資っていうのは、あの詐欺にお金を投資することも込みで考えないといけないんですよ。騙されちゃうこともね、で、騙されたかどうか分かんないけども、事業の失敗っていうのはあるじゃないですか。そう考えてみたら、あの投じちゃいけないようなあやふやなものに自分が投じてしまったっていうのも事業の失敗なんですよね、だから自己責任っていうところにかかってきます。で、次イーサリアムなんですけども、私はイーサリアムね、10万円ぐらいまではいくと思うんですけども、まだ23万ですね。だから10万円じゃない、100万だ、100万までいくと思いますけども、私の考えではまだイーサリアムは 70% 以上のポテンシャルがあると思うんで、イーサリアムはあの失火ほっか買い込みましたけどもね、あの昨年イーサリアム昨年買ったんですよ。私それまでにもうちょっとありましたけども、なんかね、2万円ぐらいで買ったものがあったんですけども、それに買いまして、昨年本気度のイーサリアムをプラスアルファしまして、イーサリアム価格10万円をずっと目論んでおります。今大きく含み益持ってますんでね、ありがたいなと思ってます。次はリップルですね。言わずと知れたリップル、私はもう諦めていました。そして2023年に決済するつもりで大量取得したわけなんですけども、5年前にね、これが、ブレイクしてるじゃないですか。今152円ですからね。さすがに私の資産状況、42円で平均買ってますけども、どうだ、4倍ぐらいですか。4倍ぐらいになりましたね。これは頼もしいですね。これからもリップル SEC の訴訟も、 SEC の訴訟ですね、あれも一部があれでしょ、要請が却下されたわけでしょ。有利ですよ、で、リップルと XDC ね、ゼンフィーネットワークの関係はまた別の機会に譲るとして、リップルはこれからまたね、トップアルトコインということを維持するんじゃないかなと思います。で、トップアルトコインといえばカルダノ ADA、 今139円ですけども、これも今ね、ステーキングも入ってますし、プレセールのね 0.2 円のところからですからね、よくここまで上がってくれたと思いました。139円、しかしカルダノ ADA は1000円2000円当たり前、1万円2万円までいくんではないかというところで、これはチャールズ・ホスキンソンさんね、このカルダノ ADA の概念を作って、そして発行の中心者であるこの方が言われてますし、この方はね、もともとイーサリアムも作られた方ですからね、ビットシェアっていうのも作られたんじゃなかったかなと思いますね。とにかく何もかも暗号通貨を当て続けた暗号通貨の神様ですよね。この人を置いて暗号通貨で有名な人って私は知らないんですよ。そのぐらいの人ですね。カルダノ ADA すごいなと思います。じゃあちょっとね、ゼンフィーネットワークも見てみましょうか。 XDC と言われるゼンフィーネットワークですけども、今108に上がってきました。私が紹介し始めた時は2円から3円の間で推移してきたゼンフィーネットワークですけども、現在 7.71 円です。どうですか、あの頃買った方、3円で買った方でも倍以上伸びましたよね。これ私がお話した通りここまで来てますけども、これからの話っていうのはゼンフィーネットワークが10円を超えてからの話なんですよ。10円を超えたらブレイクして、もうね、スル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 と上昇傾向に入ってですね、今も上昇傾向入ってますけども、30円から40円の間で、適正価格落ち着くと思うんですよね。私はいろんな資料を分析しながらそういうふうに結論付けました。この資料を細かく分析するところは今ね、速稼塾の中でお話してますし、徐々にお伝えしていきます。もう一度にはね、本当語り尽くせないんで、ただ結論だから、もう結論がいいでしょ、やっぱりグダ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 理論言うよりも結論をまず知りたいですよね。結論は適正価格は30円から40円の間ということで、10円を超えてからそれが出てくると。そしてその時期はいくつかっていうと分かりませんってことです。ですんでね、ゼンフィーネットワークを10円の大台に乗せようと思うと、まずは10円の大台に乗せようと思うと、自分が大量に買い込むか、ゼンフィーネットワークいいですよって言ってたくさんの人に少しずつ買ってもらって、買うと値段が上がりますから、
10円台まで押し上げるってことかなと思います。そうするとまあコインマーケットキャップ上でも目立ってきますね。どんどん売れるってことになります。結局ね、時価総額が全てなんですよ。時価総額が上がることによってランキングにも乗りやすいですからね、うん、今まだねトップ100にも入れないジンフィネットワーク、いまいちマニアックなんですよ。だから投じるチャンスなんですよ、マニアックだから。でこれがメジャーになってくるともう投じても間に合わないですよ。これね、あのビットコインも一緒ですよ。ビットコインもあれね、100万円を超えてないから買い時なんですよ。繰り返し申しますけどもね、100万円超えちゃったらイーロン・マスクが買っちゃうと目立ってしょうがないと。そっから上昇は鈍化するんですよ、ね、100万円から500万円までのスピードと500万円から650万円までのスピードって明らかに違うでしょ。それは1ビットコインを買う金がかかりすぎるんですよ。もう1ビット600万なのか、それとも1ビットが100万なのか、6倍の価格がそこでつきますからね。だから1ビット買おうと思ってもなかなか買えないんですよね。ですんで伸びは鈍化してくるんですよ。それがだんだん適正価格に落ち着いていくってことなのかなと思うんですね。ジンフィネットワークも30円40円になるとさすがに金額的には安いんですけども、うん、なかなか手が出なくなってくる、適正に落ち着くのかなっていうところですね。はい、いろいろと話しましたけども、以上でございます。いってらっしゃい。